鉄道でで人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです今日はですね車窓でお花見しましたというテーマにしたんですけれども昨日、えー、乗り鉄旅行会のイベントで、えー、青春18切符を使って大阪から鳥取へ日帰りツアーというのをやってきましていやーちょっとねお天気はあいにく雨だったんですがねで、まあ、外は雨だったんですが まあでも、車窓はね、素晴らしかったです。何が素晴らしかったかというとですね。えっ、ー、と、これちょっとね、えー、若狭鉄道の早伏駅ですね。あのー、精神ジャッジキップで乗れないんですけれども、別料金を払って若狭鉄道に乗ってまいりました。えー、っと、でね、まあ山陰本線とか、まあ陰備線、えー、貴線も乗ってきたんですけどね。まあ大抵の駅にはね、あの、桜が植わってまして、 駅によってはね、もう本当に、えー、桜並木みたいな感じでね、駅の端から端まで桜が植えられていて、で、しかももう七分咲きから満開近かったですね。鳥取の方ってまあ日本海側なんでね、まあ関西とかと比べると咲き始め遅いのかなって勝手に思ってたんですが、全然そんなことなくって、まあ関西と同様にしっかりもう咲いてました。えー、というね、まあ写真があって、 たりとかこれも同じ駅ですけどね、こ、ま、の、あ、早草駅に留置されている ED301 って書いてますね。とか、えー、っと、後ろの客車は何でしたっけね、えー、?10 系でしたっけ ?20 系でしたっけ <laughs>、えー、ちょっとわかんないですけれども、まあ、こんなのがあったりですね。うん、あでね、桜も良かったんですけどね、この黄色の花、菜の花ですね、あの一面に咲いてるところがあったりしまして、えー、これでね、 空が青空だったら言うことなかったんですけれども、まあ、これでも十分綺麗ですよね、えー。線路際にね桜と菜の花の共演でございます。これちょっと遠景ですけれども、ね、車窓から見た山の風景なんですが、えっ、ー、と右側の山の斜面にね、えー、ピンクの、えー、面があると思うんですが、まあ、ずっとね桜が終わってるのがわ、えー、かるかと思います。 こんな感じでね。これも、えー、っと、インビセンからの車窓です。が、まあ、こんなにね、咲いてるところがございました。ちょっと写真まだちょっと整理できたよう、ね、に、こんだけしかないんですけれども。まあ、一番綺麗なのは、まあ、こんな感じかな。はい。こういう景色をね、ずっと見てまいりました。ので、もう本当にね、乗ったままお花見できます。サイン方面おすすめですね。 まあ、関西本線とかもいいかな。うん。えー、という感じなんでね、あのー、今日、明日ぐらいはお天気も回復しているかと思いますので、えー、精神ジャッジキップ余ってる方、あるいはね、えー、これから買おうという方、ぜひぜひね、あのー、使ってお出かけされてはいかがでしょうか。まあ、列車もね、まあ、山陰まで行くと、あの、空いてました。ちょっと帰りのね、えー、っと、地図急行と、あと、寄進線。 まあね結構多かったですね。岸新戦はやっぱり津山方面から帰ってくる多分18キッパーが多いので、あの、もうほぼ奇跡が埋まってね、立ち客もいる状態でした。あけれどもね、まあ、平日であればもうちょっとマシかな。はい、と思いますので、ぜひぜひね、あの、成人18キップ使ってお出かけください。という感じでね、車窓でお花見をしてきました。本当良かったですよ。えー と、まあ、今週ぐらいですかね、えー。お花見をするんであれば、今週末までは持つかな。うん。まあ、お天気次第ですけれどもね。ということで、えー、昨日は、車窓からお花見してきましたというお話でございました。ね。まあ、今日、もお仕事かと思いますけれども、まあ、車窓からね、通勤電車の車窓から桜、えー、眺められたらいかがでしょうか。それでは皆、君様今まきょうも良い一日を。